マニラプトル類あるいはマニラプトラもしくはテトウ類は、コエルロサウルス類の恐竜の分岐群であり、蝶類およびオルニトミムスビロックスよりも蝶類に、禁煙な一人恐竜が含まれている。主要な海分類群としては、アビアラエ、デーノニコサウルス類、オビラプトロサウルス類、テリジノサウルス類が含まれている。オルニトレステス、アルバレスサウルス類が含まれる場合もある。 姉妹群であるオルニトミモサウルス類と共に包括的な分岐群であるマニラプトル型類を構成する。マニラプトル類の最初の化石記録はジュラキのものであり、参照約1万種の鳥類という形で現在も生存している。羽毛の印象を持つミクロラプトルの標本マニラプトル類は長い腕と身元指の手および半月状手首の骨によって特徴を付けられる。恐竜では 唯一甲骨化した胸骨を持つ。2004年にトーマスホルツ及びハルツカ・オスモルスカは骨格の詳細に関して他に6つのマニラプトル類に独特の特徴があると指摘した。チコ骨が前方を向いている他のリューバ板類とは異なり、マニラプトル類のいくつかの分類群では長板類のように後方を向いていた。地骨が後方を向いているのはテリジノサウルス類、ドロマオサウルスカ、 アビアラエ、一部の原始的なトロードン化である。後方を向いたチコツが、マニラプトル類の多様な分類群で見られることから、研究者らは、進歩的なトロードン化やオビラプトロサウルス類に見られる、原始的な前方を向いたチコツは、逆戻りの進化をしたもので、これらの分類群は後方を向いた祖先から進化したものであると結論している。現代のただしはヤフーキリ派は、 進歩的なマニラプトル類の分類群であるアビレミニアで知られている。テリジノサウルス類などより原始的なマニラプトル類では単純な綿毛状の繊維と独特の細長いう軸の組み合わせが見られる。単純な羽毛はシノルニトサウルスのようなより原始的なコエルロサウルス類でも見られ、長蛮類のティアニュロングや翼竜などより類縁関係が遠いものにすら存在していた可能性がある。 このようなことから、少なくとも若い頃は、すべてのマニラプトル類に何かしらの羽毛もしくは、綿毛状の外皮に類するものが存在したとみられる。系統内のどこまで遡れるかについては、議論があるものの、マニラプトル類は唯一飛翔能力のある種を含む、恐竜の分類群である。羽ばたき飛行もしくは滑空飛行は、ラホナビスや、ミクロラプトルといったドロマエオサウルス科のいくつかの種でも、 可能であったと考えられている。他の分類群では、オビラプトロサウルス類のように飛翔能力がある種が、知られていないものの、一部の研究者により飛行していた、祖先を持つと示唆されているものもある。グレゴリー・ポールはこの説を支持している。ポールは、テリジノサウルス類、アルバレスサウルス上下、さらには、マニラプトル類ではない、オルニトミモサウルス類についてすら、 希少能力のある祖先を持つという説を提案している。腹部に種子が保存されたジンフェンゴプテリクスの標本マニラプトル類は伝統的に祖先的には純肉食性、つまり蝶類以外の種は主に他の脊椎動物の実を捕食していると仮定されてきた。しかし、2000年代の多数の発見や古い資料の再評価などからマニラプトル類は主に雑食性の分類群であり、 主として、植物、昆虫など肉以外の他のものを食べる分類群も含まれていることが分かってきた。加えて、系統関係の研究からは、装飾や雑食は以前考えられていたような単一の即死ではなく、マニラプトル類全体に広がっていることが分かってきている。この分布から、リンジーザンノに代表される研究者は、マニラプトル類は、祖先的には雑食性であり、 純粋に草食性の分類群、一人恐竜では一つの分類群のみが純粋な肉食に戻ったという結論に至っている。他の多くの分類群では、この両極端な食性の間に入り、アルバレスサウルスカやアビアラエの一部では、昆虫食、進歩的なオビラプトロサウルス類やトロウドンカでは雑食性である。マニラプトル類は、最初1986年に、 ジャック・ゴーティエにより命名され、オルニトミムスカよりも現代の鳥類に近いすべての恐竜というブランチベースの分岐群として定義された。ゴーティエはこの分類群が長い前足と手により容易に特徴付けられることを特筆した。この特徴をゴーティエは物をつかむことへの適応と解釈した。1994年にトーマス・ホルツは手と手首のみに基づいたこの分類群の定義を試みた。 この特徴には長く細い指、弓なりで翼に似た前腕の骨、鍵となる半月状の手首の骨が含まれる。後のほとんどの研究では、この定義は支持されず、ゴーティへのブランチベースの定義が好まれている。ブランチベースの定義はでは一般に大きな分類群として、デーノニコサウルス類、オビラプトロサウルス類、テリジノサウルス類、および鳥類が含まれている。他によく、 マニラプトル類に分類される分類群には、アルバレスサウルス類、オルニトレステスがある。正確な分類上の位置は不明であるものの、マニラプトル類に分類される分類群もいくつかある。例えばスカンソリオプテリクスか、ペドペンナ、イークシャノサウルス、疑わしいブラディックネメがこれに含まれる。1993年に、ペルルラは、アルバレスサウルスかがアビアライに属すると考え、 アルバレスサウルスカと原生鳥類からなるミトロナサスという分類群を創設した。この分類群の定義は1995年にルイス・チアッペによりものにクスと原生鳥類の最も近い共通祖先とそのすべての子孫として定義された。しかし最近の研究ではアルバレスサウルスカと鳥類はペル,ルラが考えたほど禁煙ではなく、この定義では マニラプトル類と同じものが含まれるシノニムとなっている。下記に示すクラドグラムは、パスカル・ゴド・フロア・ラによる2013年の論文によるものである。2002年にチェカス及びワイアンは長く、後方を向いたチコ骨、短い座骨、貫通した、貫骨薄といった、いくつかのマニラプトル類の特徴がスカンソリオプテリクスにはないことを報告した。そしてスカンソリオプテリクスは、 真の獣脚類より原始的でありと考え、マニラプトル類は非常に早い段階で獣脚類から分岐したか、もしくは獣脚類以前の恐竜の子孫である可能性もあると仮定した。チャンラはスカンソリオプテリクスと近縁もしくは同種であるエピデンドロサウルスの標本の記載論文の中でチェカス及びユアンが述べたような原始的な特徴は全く報告しなかったが肩甲骨に 原始的な特徴が見つかったとした。この点があったものの、チャンラは、エピデンドロサウルスを確実に、マニラプトル類内に配置した。ホルツオスモールスカでは、以下の特徴に基づき分岐群、マニラプトル類を識別している。尺骨の肘と突起が縮小もしくは消失している。大腿骨の大天使及びクラにあるとローションターが、トロカンタッククレストに融合している。 テリジノサウルス上下、ドロマエオサウルス下、アビアラエ、および規定的なトロウドン下であるシノベナトルには、細長く、後方を向いたチコツを持ち、進歩的なトロウドン下やオビラプトロサウルス類の前を、向いたチコツは、先祖返りであることが示唆される。ターナーへ通る、では7つのマニラプトル類を識別する、共有派生形質を命名している。ありがとうございます。